トムロフトのレース場と飼育日誌ハトと一緒に遊びましょうおはようございます10月31日日曜日の朝ですおはようございますハトさんおはようございます今日の棚の上の位置は黒コマですねちょっと暗くてよくわからないです 出社口を開けて、社外を開始します。旧車の中は、今日は曇っていて、暗いですね。よく、鳩が映りません。あとは、旧車から外に出たんですけども。飛び上がらないですね。旧車の中に入りまして、鳩に刺激を与えたいと思います。飛び出した鳩は、順調に高度を上げて。 飛び始めてます今日の天候は曇りまだ北の方にはね雲がまりないんですけども、えー、雨の降るようなちょっと厚めの雲に覆われてます風は西風1メートルから2メートルぐらい吹いてますあとは順調に周回をしてます今日は毛巾が出ないでほしいな なんとなくね。鳩があのビビってるんですよね。ビクビクしてるって言うのかな？こう調子が上がってきてピリッとしたんじゃなくて、なんとなく怖がってる感じがするんで、2日間猛禽にこう出会ったんで。その影響かななんて思ってちょっと気にしてます。ただいまの時刻は6時30分になりました。今日の鳩は遠征に行かず、旧車の周りですね。遠いところ近いところ。 ずっと旋回してますここまでは他急車の鳥も現れませんし猛禽も現れない至って平穏な朝になってます猛禽はいつ来るかわからないですからね事前に今日は何時に急車の上へ行きますよっていう案内があればいいんですけどねカラスがギャーギャー鳴いてたまに警戒する時もあるんですけども それじゃない時もありますんでカラスの警戒信号は本に頼りにならないですね時刻は6時40分になるところです今ハトが降り始めました今日の飛翔時間は45分ぐらいかな少し短めの飛翔時間ですけどもこれでよしとしますハトが屋根の上で遊んでるシーンを少し撮りました屋根の上にはいろんなものがこう落ちてますんでそれを追盤で 食べてるみたいですね。何か美味しいものがあるんですかね。時刻は7時20分になりました。あと呼び込んで今日の社外を終了させてます。今日の飛行時間は45分弱。あんまり飛ばなかったですね。その後15分ぐらいかな。一部の後はまた飛び上がって高が来たのかなと思ったんですけども、そうじゃなくて何かに驚いて飛び上がったみたいです。鳥の健康状態は良好なんですけども。 トヤがやっぱり気になりますね羽が痛くて飛びたがらない鳥が今日も何羽かいましたねこの辺を除外して3 0 0キロ実参加にしたいと思いますそういえば私の3 0 0キロ登録何羽にしようかなと思ったんですけどもとりあえず25羽登録しました実際の参加波数は金曜日の社外持ち寄り前にハトを掴んだ時に羽の長さの確認をして最終判断をしたいと思います 25話登録しとけばこれ出したいなでも出せないなっていうことはないんじゃないかなと思ってます昨日東京日区連盟では役員会が行われ浜吉田300キロスピード選手権レースの参加登録の締切を行いました参加登録9社は679社登録波数が1781話という波数になります昨年は 七十二旧車、二千九十九話の参加がありました。前年比参加旧車数で九十三パーセント、参加波数で八十五パーセント。まあ毎年減少傾向は続いてるんですけども、今年もその傾向を引きずってます。昨年度のこのレース、レースの記録波数は。 四十六点五パーセント。半分記録できなかったんですね。結構厳しいレースでした。今年の三百キロはました。どうなりますか。すごく心配なことがありまして。東京インシク連盟の各連合会。ここまで。ほとんど鳩を落とさずに。駒を進めてきてます。こういう時は。この浜吉田三百キロが。大きな。 関門となることが多々ありました今年はなんとか1781話の波数みんな帰ってきて次の400キロ水澤レジュナルに駒を進めてほしいなと思ってますこの浜吉田スピード選手権11月の6日土曜日持ち寄り7日日曜日放給というスケジュールです 1>, 1週間先の天候がどうなるか、これから毎日気になるところになります。最終レース持ち寄りやる気あらないかは、木曜日の日に判断をして決めるということになってますので。木曜日の最終判断を待ちたいと思います。本日もこのブログにご指摘ありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。